はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、背景幕の使い方というお話をしていこうかなと思います。僕は普段ね、撮影している時っていうのも背景幕使わないんですよね。部屋の片隅を映しながら、ライティングだけちょっと気を使って撮影しています。ちなみにライティングの方はですね、ここにキーライト、ゴドックスの SL60 っていうのがね、1個あります。まあ、定常光ですね。で、左側に、この辺りに光が入るようにフィルライトがあります。で、後ろに、プラクティカルライトといってね、演出をするためのライトが1個あります。この3つで基本的に撮ってるんですけども、今回お話ししていく黒幕白幕の使い方だと、ちょっと照明の当て方とかがね、変わってくるんですよね。演出の仕方が違うライティングになるので、今日はそれをご紹介していこうかなと思います。でこの後やっていく、白幕のね、ライティングの仕方なんですけど、これに関しては前回の動画ですね、グーチョキパーのね、動画を出したんですけども、あれがね、今回使ったあの白幕でのライティングの動画になります。もうほんと作例で十数秒だけだったんですけどね、見ていただいた方ありがとうございます。まあ、そもそもなんでこれやろうかって思ったのが、同学校の那須雄介さんがね、白幕を使ったその真っ白な背景でのね、撮影の仕方っていうのをやってたので、僕もちょっと久々にやってみようかなということで、触発されまして、カメラをね、回しております。使い方もね、僕なりではあるんですけどもね、合ってる合ってない、ちょっと、人それぞれまた違うと思うんですけども、僕なりのやり方っていうのをね、ちょっとお話ししていこうかなと思いますので、よろしければね、最後まで動画の方ご覧になってください。ということでね、背景幕のライティング行ってみましょう。はい、ということでね、黒幕を使ったライティングやっていきたいと思います。通常通りね、こう人物を撮ろうと思うと、ここにね、定常光が一つあります。で、ソフトボックスがついてる状態ですね。で、それを当てて撮影をすると、見ていただく通り、後ろにね、シワができちゃうんですよね。黒幕ってやっぱ布でできてたりするので、貼り方によってはシワがこんな感じでできるんですけど、やっぱり黒幕、暗幕を使うからには、真っ黒でありたいっていうのがね、あるじゃないですか。もちろんその被写体と暗幕とのね、差をつけたいという場合もあるんですけども、暗くしたいから、黒幕をつけるというのがあるので、この状態で撮ってしまうと、雰囲気はあるにしてもやはりちょっとシワ気になりますよね。そういう時にね、どうするかっていうのをやっていきたいと思います。でね、今カメラのセッティングの方が、ISO が200になっております。で、ソフトボックスがついた照明がここにあるんですけども、これにですね、こういったね、ハニカムグリッドっていうのがあるので、こちらをね、つけていきます。で、これをつけることによってどうなるかっていうと、光のね、拡散する方向っていうのをこうギュッとね、絞ってくれます。なので、被写体にだけ光を当てることがしやすくなるというような効果を持ってますね。なので、これをつけていきましょう。はい、いかがでしょうか。今これね、ハニカムグリッドをつけた状態になります。先ほどよりも後ろのこのシワっていうのがね、目立たなくなったんではないでしょうか。ちょっと僕が今ね、確認してる感じだと、正直あんまりね、ちょっとモニターのね、解像度の悪さもあるんで、はっきりは見えないんですけど、だいぶね、暗くなったかなと思います。なんですけど、もっとね、しっかりと黒く潰したいよっていう場合は、今ね、ISO感度200になってるので、これを下げていきます。じゃあ ISO をね、限界までちょっと下げてみましょう。はい、ということでね、しっかりと黒を潰すために今 ISO 100までね、下げました。もっとね、 ISO 下げれる場合もあるんですけど、一応今回ね、100でやってみようかなと思います。そうするとですね、やっぱり人物もね、暗くなってしまうんですよね。で、そうなった時に、今ね、この定常光、照明が僕の場合だと 50% になってます。なので、これを上げていきます。はい、これでね、 100% ですね。そうするといかがでしょうか。人物にだけ光が当たって、背景の方にはほぼね、光が当たらない状態になります。で、どうしてもね、向いてる、照明のね、角度によってはどうしてもこんな感じで、ね、背景が見えてしまう場合があるので、そこはね、調整してもらって、
なるべくこう人物だけをね当たるように、まあ、右斜め前とか左斜め前とか正面からだとやっぱり後ろに当たってしまうので、斜めからライティングするというような感じが、いいのかなと思います。そうするとね、自分のこの影の部分と背景の部分っていうのがね、差をあまり感じさせずにちょっとこう雰囲気のあるねかっこいい映像みたいないうのを作ることができます。これが黒背景のね良さでもありますよね。はい、ということで、まあ、今回使ったね一応定常光1灯と、まあ、できればまあ調節ができるもの、僕が使っているのが、ゴドックスの SL60 っていうものですね。こちらを使っております。はい、で今 100% ですね。でカメラの方も ISO 感度っていうのをまあ調整するということが必要になるかなと思います。はい、ということで続きまして今度はね白幕の方でねやっていこうと思います。まあ、白幕白風とも言いますね。はい、これでやっていきます。でこれは今定常光がここに一つソフトボックスをつけた状態で一つだけあります。で背景見てもらうとやっぱりねこんな感じでシワが寄ってるんですよね。まあ、背景が白っていうことは被写体をまあ浮かび上がらせたいんですよね。けど定常光一つで撮影をしようと思うとこんな感じでね人物は見えるけど背景のこのシワ白布のシワみたいなのが見えちゃうんですよね。でやっぱり白布使いたい時っていうのは真っ白に見せたいっていうのがあると思うのでここでねライティングっていうのを先ほどね黒幕と違ったライティングっていうのをしていく必要があります。じゃあ早速ねライティングしていきましょう。ライティングはここの右と左の後ろにね1個ずつライトが設置してあります。これも定常光ですね。これをね2つつけていきます。はい、まず1つです。はい、2つです。はい、いかがでしょうか。これでだいぶね明るくなりましたよね。ちなみに ISO の方は400で今撮っております。でライティングの方ね今してるんですけど、まあ、だいぶ白くなったとは言いつつもやっぱりちょっとこの上ら辺がねシワが出てますよね。ここで、ISO の方を調整していきます。このシワが飛ぶとこまで、あ、1段階で結構いけましたね。どうでしょうか。はい、これで背景にシワがない状態で撮影ができてます。ちなみに今つけてるこのソフトボックスの方がですね、照明がね今 23% ぐらい、5600Kで 23% ぐらいですね。なのでちょっと暗いなと思えば上げていただいて調整してもらってもいいですし、まあ、ちょっとこれだとね飛んじゃってますけど、はい、もしくは下げてもらってやってもいいですね。ただ問題は、斜めから当ててるんですけどやっぱり背景がね、明るい分少しここにシャドウがね乗りやすくなっちゃうんで、そういう時はもう一個この左側に一個定常光があるんでこれをつけてあげてもいいかなと思います。じゃあちょっとつけてみましょう。はい、こんな感じで先ほどよりもね、顔の感じっていうのが良くなったんじゃないでしょうか。ちょっと僕の部屋の環境のせいで少し後ろのライトがねしっかりと当たりすぎちゃうんですよね。こうしたらどうかな。こうしたらまだちょっとマシかもしれないね。はい、ちょっとね、まあ、ある程度ね広さを持ったりとかこの後ろの距離感みたいなのが取れればこういった映り込みっていうのも防げるんですけど、ちょっと僕の部屋だと今限界があるのでこんな感じになりますのでご了承ください。で、まあ、こっちからのね当たりでキーライトの方で調整ができる場合は臨機応変にね変えていただければいいかなとは思ってます。はい、でねこちらがね、前回十数秒の動画だったんですけども出した、作例と同じような感じの撮影方法になります。こんな感じで、ね、じゃんけんのグーチョキパーのやつやったんですけどね、それと同じような、ライティングをして撮っております。このねライティングの方法っていうのは先日ね同学校の那須祐介さんの方がね細かく説明して、くださってますんでよかったらねそちらの動画もねご覧になってください。僕は本当にパッパッパッとやっちゃってるんであまり細かいとこ触れてないかもしれないんですけど、那須さんの方のね動画参考していただけると、すごくねやりやすいかなと思います。はい、ということで白背景でのねライティングやってみました。はい、ということでいかがだったでしょうか。やっぱり背景が変わることで映像のイメージ、まあ、印象っていうのがだいぶ変わりますよね。
なのでその状況に応じてね、いろいろこう変えていくっていうねことが必要になるのかなと思います。でそれに応じてやっぱりカメラの設定の仕方だったりとか、あとこのライティングの仕方だったりとか、あとこの背景もね白なのか黒なのか、それとももうちょっとこう柄の入ったものなのかっていうのを、いろんなねバリエーション組み合わせて面白いね演出っていうのをしていくことができます。まあ、今後ねカメラの仕事と一括りに言っても、やっぱりこう写真なのか映像なのか、まあ、ポートレートなのかスナップなのか、いろんな状況によって撮影の方法っていうのはやっぱ変わってくると思いますんで、そのバリエーションをねより多く持っておきたいよっていう方は、今回のこの動画ね少しでも参考になったら嬉しいなと思います。はい、ということで今回は背景幕のお話していきました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではではミッチでした。バイバイ。To settle down, day nights and late nights don't care.